おいっす。どうも、ニエトノです。今回もシノアリスのね、実況プレイ進めていきたいと思います。で、今回何をするのかなんですけれども、アリスさんのね、第4章進めていきたいと思います。はい。4章もね、もうこれで最後ですからね。さあ、ラストを飾るはアリスさん。行ってみたいと思います。スノーと別れたアリスは敵を求めてライブラリ世界の中をさまよう。ここは巨大な森、それぞれのキャラクターたちが持ち寄ったさまざまな世界観が融合した奇妙な場所。巨木の陰からナイトメアが現れる。自我を失ったうつろな目、奴らは乾いた喉を潤したいかのように他者の命を求める。アリスは剣を抜く。殺した数を数えるのはとっくの昔にやめていた。はい、という感じで、スノーホワイトさんとね別れた後のアリスさんは敵を求めてライブラリーの中をさまよっているというような展開みたいですけれども、なんかでもやっぱりあれですね、なんとなくなんですけれども、やっぱりアリスさんがこのシノアリスという作品全体を通しての主人公的な立ち位置のように感じますね。やはりシノアリスっていうぐらいだからね、アリスさんはやっぱり重要な役割を担うキャラなんだろうというのは分かりますけれども、なるほど、はいはいはい、結局でもあれだよね、アリスさんの願いっていうのはさ、もう一度作者と会いたいっていうような感じのものだったと思うんですけれども、それを達成するためには全てのナイトメアを倒す必要があるということなので、アリスさんの願いを達成するのはなかなか難しそうだね。って言ってもあれか、結局他のキャラクターたちも、作者を復活させたいっていうのがあるから、全てのナイトメアを倒すっていうのは共通認識なのかな。じゃあ物語の中に生み出された頃、私は幸せだった。外の世界がどうなってるかなんて知らなかった。はい、どういうことだろうね。物語の世界に生み出された時は幸せだったと。外の世界を知らなかったから幸せだったって言ったけど、外の世界というのは何だろう、察するに、アリスさんの絵本があったとして、その絵本の中にアリスさんは最初いたっていうような感じかな。で、その絵本の外の世界がライブラリという世界っていうことでいいのかな。で、作者はもともとそこで、アリスさんをはじめいろいろなキャラクターたちの物語を書いて、彼女たちを生成っていう言い方もあれば生み出したっていう感じなのかな。で、理由は今のところまだ分かってはいないんだけれども、作者さんが死んでしまってということか。このアリスさんたちキャラクターたちがライブラリの世界へ出てきたっていう感じかな。今見えてるこの世界は本当に世界のすべてか。なるほどね、それもまた難しいお話ですね。今見えている世界がすべてなのか。確かにね、アリスからしたら、その元々いた物語の中の世界というところが初めはすべての世界だったけれども、その外の世界、ライブラリという世界を今知ってしまったわけだから、ライブラリが本当に全てなのかという疑問を抱くのは確かに当然かもしれないですね。ただライブラリという世界の外っていうのがどうなんだろうね。存在するしないで言えば、なんかするような気がするんだけどな。わかんないけどね、そこはね、本当にもうディレクターさん、横太郎さんの世界観だから、どういう風な設定なのかまでは読み切れないけれども、なかなか難しい感じですね。
世界はこんなに美しいのに、どうして醜い私が存在するのだろう。何をおっしゃるやら、アリスさん超かわいいよ。醜くなんてないさ。まあなんだろうな、本人からすればなんかその見た目とかいう話じゃないのかもしれないけどね。作者のために、まあ、ナイトメアという存在を平気で殺すような醜さを持ち合わせているっていうような意味合いかもしれないけどね。もう見た目だけで言えばもうかなりね、可愛いし、べっぴんさんですやん。そんな醜いだなんて言わないでほしいね。まあでもあれですよね、このシノアリスに出てくるキャラクター、まあ、いっぱいいますけど、一人として自分自身に自信を持っているようなキャラクターはいないですね。なんだろう、その正義とかなんか卑屈とかみたいな言い方をするならば、欺瞞とかそういう感、なんだろう、称号的なのを持ってるやつはいないですね。祈れ、願い、戦い、殺せ。うん、たったの4文字だけど、このアリスさんが言うとまた重みが違いますね。さあ作者をね、復活させることができるのか。まあ5章でやっぱりその辺の進展はあると思うんだけど、各キャラクターたちがね、バラバラに動いて、バラバラにそのナイトメアを倒して回ってるから、もしかしたらね、結構な数のナイトメアをもう倒し終わってるのかもしれないし。あー、本当に楽しみだな。5章、早く5章に行きたい。まあ4章もね、もうこのアリスさんでラストだから、本当あとちょっとなんだけど。私は戦い続ける。ただでもね、現時点でね、その4章まで終わらせて5章出て、次また何だったっけ、なんとか編みたいなやつが新しいのになるんだけど、おそらく新しいキャラクターが出てくると思うんだよね。これ今やってるキャラクターたち以外に、そっちがどうなっていくのかっていうのもまた気になるな。あなたの生きている意味は何？ものすごく僕の心に突き刺さりました。あなたの生きている意味は何？つれえな、なんかそれ。題材が重たすぎるのもあるけどさ。生きている意味か、考えたこと、まあ、あるっちゃあるよね。なんかさ、思春期のね、学生の頃、思春期の頃とかに、俺なんかいてもいなくても変わんねえわとか、考えたことがありますね。いや、若かったね。生きている意味なんてね、後からついてくるからね、正直言って。何かやりたいことを見つけたら、それがもう、その人のね、生きている意味とかになりますし、何か成したことがあるならば、それがやっぱり、生きてきた証になるというか、まあ、なんか、よくわかんないですけどね、僕も。難しいんですけど、後からついてくるよ、そういうのは。うん。さあ、7節、いきましょう。この祈りの結末がどうなってしまうのか、本当は怖い。なるほど、アリスさんでもやっぱりそのね、願っている夢じゃないな、目標が最終的にどういった方向に向かっていくのかっていうのは不安に思うっていうお話ですね。まあ、誰しもがそうだけどね、やっぱり何かをね、したいと思ってやったりとか、行動に移している人たちもやっぱり最終的にそれがうまくいくのかとか、失敗した時のリスクとか、やっぱ不安にはなりますよね。まあ、僕も今ね、こうやってなんか、まあ、実況動画というものをやり始めてみて、なかなかね、結果にはつながらないものもありますけれども、まあ、楽しんでやれてるんで、今はすごい充実してますね。同情なるし、まあでもやっぱりこういった活動とは別にね、僕個人的にもその、まあ、夢というか
達成したい目標というものがありますんでね、そっちはね達成できるかすごい不安になる時がある。どうして今生きているのか、それを思うと怖くなってきて、私は考えることをやめた。はい、という感じでね、考えることをやめたという感じですけれども、多分ね、まあそれぞれね、いろんな人で意見は違うと思うけど、僕はそれで正解だと思います。正直ね、考えて答えの出ない問題っていうのはあんまり深く考えない方がいい。そういう問題があるという認識だけを持って、まあ、次のこととか、その時まだ他にやらないといけないこととかに臨んでいった方がすごい堅実だと思いますね。忘れろっていうわけじゃないんだけど、考えて答え出ないやつはね、考えても、まあ、考える時間がね、たくさんあるならいいんですけど、あんまりないんだったら、考える方が時間の無駄になることが多いんですよね。だから、個人的にはアリスさんのこの、考えるのをやめたっていう判断はすごい正しいと感じました。ナイトメアたちの悲鳴が聞こえる。その音に慣れてしまう自分が怖い。本当の化け物は誰だろう。はい、という感じでね、確かにね、慣れって怖いよね。慣れとか習慣ってさ、すんごい怖いと思うんだよね。まあ慣れとか習慣ってものがないとダメな場合もあるんだけど、まあでも本当にね、慣れとか習慣っていうのは、まあ、一朝一夕で身につくもんでもないからこそ、簡単になくすこともできないというか、僕もね、この実況動画っていうのをこれ撮り始めて最初に気づいたのがね、咳払いとかがすごい多かったんですよ。今ね、なるべくしないようにっていう意識してて、咳払いの数とか減ったとは思うんですけれども、最初の頃ね、動画撮って音声後で聞いてみたら、ものすごい咳払いしてて、いやこれじゃあちょっと聞く分に耐えないなとか思ったこともありますね。さあ最後10節、アリスさんのナイトメアですね。敵はさあ倒しましょう。戦いで傷ついた体の痛み、それは私がまだ生きている証。それは祈りが届いている代償。その傷をそっとえぐると燃えるような激痛が全身に走る。大丈夫大丈夫大丈夫、この痛みさえあれば私はまだ正気でいられる。本当に本当にまだまともですか。まとも、そんな言葉を聞くとは、久しぶりに私は笑った。はい、という感じでね、まあまともですかと、まあまともなやつなんてね、シノアリスに存在しないと思うわ、正直ね。あーでもまあ、この前のイベントの砂人の思いに出てきた姉妹は、僕はまともだと思う。とてもね、感動的なストーリーでした、砂人の思い。もしね、まだストーリー知らないよっていう人はね、ぜひ何かしらの方法でチェックしてみてほしいなと思います。まあ、一応ね、宣伝すると僕も動画出してるんで、よければ見てほしいなと思いますね。さあ、あれ初めてだったっけ、このナイトメアと当たるの。違う、あれなんか見覚えあるんだけどな。失礼します。まあまあいいや。この姿、まるで、棒読みやな、すげえ棒読みやな、疑心ちゃんたんき君。まあ、いつも通りね、人をおちょくったような態度は崩さないですよ、この二人はね。さあ、十節は、どう締めるの。踏みつぶせ、壊し尽くせ。疑心と暗鬼の耳障りな声が響く。だが、あれは、あの敵は、
考えるな、考えるなです。戦い、戦いましょう。今は何も考えたくない。ただあの人を復活させることだけを考えていた。いや、それすらもなく、ただ何も感じずに戦う刃になりたい。そう思う。はい、といった感じでね、まあ5節じゃないわ、4章10節どうなんだろうね。結局最後また疑心ちゃんとアンキ君が焚きつけてる感じになってるけど、うん、さあまあまあ第4章ね、これでクリアとなりました。でこれでね、一通り全てのキャラクターの第4章までが終わりましたので、次回ね第5章僕もねものすごく楽しみです。こちらをね進めていけるっていうことになりましたですが、今回はここまでです。ですので最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさようなら。